水素は空気より軽いので空気中に散ってしまいます。水素エアーの飛距離をテストしてみましょう。はじめに H2 ノズルを使わずにチューブを使って計測します。センサーのすぐ近くにチューブの先をつけてスイッチオン。すぐに4000になりました。しかし距離を離すとすぐにゼロになります。そのため今までの水素ガス発生器は吸引チューブを使っていました。では先ほどチューブではゼロになった距離でフレアの性能をテストします。この距離でも4000になりましたね。これが吸引チューブがいらないフレアの魅力です。続いてフレアの還元力をテストします。このメーターは酸化還元電位を測るためのものです。還元の場合にはマイナスの数値になります。トマトを使ってテストします。普通のトマトは酸化の数値を示しました。次にトマトをビニール袋に入れてフレアの風を中に入れます。そしてしばらく放置します。すると還元の数値を示しました。これがフレアの水素エアなのです。